わけがわからないよ。出たー、死亡フラッグ。頑張れそう。大丈夫。これで総投資が10万円になりました。いやー、保留なかったからなー。いや、ダメ、すぐ早く行っちゃった。もう一回継続行ってくれればいいけど、ないな。いや、でも赤があんまり早く絡むとダメなイメージあるよね。どうかな。あれ、紫ピンク、紫ピンク。ある、ある、本当にある、ある、ある。うわー、赤い、赤い、赤い、ある、え、ある。ボタン、そっか、こっちボタンか。やった、さあ、オッケー。おお、ちょ、お願い、本当お願い、本当お願い、本当お願い。あー、あー、いや、まだ分かんないけど、分かろうやわ。当たった俺、ガロで当たった俺。いやー、こっからやけどな。いやー、おいこ、行こう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 、
やまあまあここ頑張れば頑張れば大丈夫やね。頑張れるかも、大丈夫かもね。諦めるのはまだ早い、まだ早い。緑、最初から緑です。そう、いやーたまには奇跡起きていいよ。これで実はガロをここディプレで先ちょいちょい打って、多分53パーやったっけ、6回連続受けてない。まあ最後のラストスパート前にご飯でも挟もうかな。いやあれで来なかったのがやっぱりでかい。せっかくカルカだったのに、ここでね10万500円。まあちょっと夜夕飯食べて人生を考えて直します。まああと3時間半、3万発出す。さあ頑張ろう。もう閉店までね、ここからはもう一回あれで、さあこれで出した球が全部なくなっちゃいました。あの瞬間、当たった瞬間、もう下手したら今年一番喜んだかもしれない。あれからの、あ、入ってないがっかりが、もう大丈夫です、大丈夫。もうこっからまだ当たるから、ネガティブにならずにしっかり最後までこの思考で頑張ります。 いつもみたいにちょっともうマイナス発言はしない、しない。10万なんて負けても大丈夫です。僕銀行に3万しか入ってないけど、カレーはね調子乗って食べたんやけど、普通に考えたら多分ヘッドした明日からもう牛サラに塩おにぎりしか多分食えないと思う。イレブン、これでユケチ FC が全員ピッチに入りました。
あらららら、ちょっと待って、悪くないよ、始まりは。ここから赤はいらない、赤はいらない、いいよ、赤はいらない。レン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 、いいよ、いいですよ、いいよ、赤まだいらないよ、赤はまだいらないです。もう一回練習、もう一回練習、あー、マックスまで行きましたよ。どうするの？はい、赤かったよ、めっちゃ。よし、あー、そこはちょっと来たでしょ。Oh my god! Ah, もうない。始まりは良かったけどね。また赤が早めに絡んだな。もう一回、もう一回、もう一回。あー、無事に。もう一回行こう、もう一回、もう一回。おお、赤い、おお、あ、停止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 ちゃおう。何やろあれ、あれ、やった、あー、その色じゃない、その色じゃない。この色、9500円。
いやもう、これは？これ何？剣道四つ。まあ、結局なまないやけどね。お緑保留。お、ボタンタイムワン。はい、とりあえずリーチかかった。対戦ホラーは誰だろう。なんか危険度が高いよ。いやいいよ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 。あーはー、もう。お、四つ。はい、リーチかかった。16、トムね。トム的に。なんかちょっと演技がいい。いやちょっと強いよ強いよ。波動拳いけるかいけるかいけるよ。レインボーレインボー、お金が返ってくる。泣ける、本当に泣ける。始まった。始まったよ。俺がガローで出す日が来た。ガロー is here. Yes.いい音、いい音来るよ、いい音来る。やった、オッケー。よし、レッツゴー。ワン、やった。
嫌な予感する。いやまあ大丈夫、116あるから大丈夫大丈夫。スリー、ないのかい。緑掘り、これ大丈夫、これは大丈夫、これは大丈夫です。手離すよ、手離すよ。あー惜しい、レインボーのやつあった、レインボーのやつあったのに。違う？あ、でも、あ、ありがとう、ありがとう。とりあえず5000発でゲッチュ。赤でテンパしよう、気持ちよく7とか、あー OKOK、OK OK、いいよいいよ、 3で作るでしょ、当たったでしょ、当たったでしょ、はい本当に大丈夫、やばやばやばいやばいよ、完全に乗ってきた。めっちゃ悪い顔してると思う、モザイクかけよう。いやー最高、でー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 、まあそろそろなるよね、スーパーカルボーナスだもん。いやーこれで万発はいかないか、まだ近いけど、これで、はい、この保留か、はい
しゃー、これね断末でまだ、まあ、半分までいかない、スタンブリッジ近くまで帰って、いやー本当に順調、ありえる、ありえる、やる、逆転する、お、緑、あ、それでもいっちゃおう、当たってた、やー万発決中、もうそんなもん歌うと言わない、何も言わない、本当に何も言わない、黙っとく、危ない、危ない、本当に自分が危ない、残り50、ダメダメダメ、足りないから、足りないから、まだ足りないから。怖いよー、かわいいよー、かわいいよ的な感じにしなくていいよ、そんな最後の最後引っ張ってそうにしなくていいから、さっさっと、やばかった、早いやつ、早いやつね、そんなギリギリまで行かなくていい、赤い、いきなり赤いよ、そっち側、
いよ。聞いてた、聞いててくれた。早いあたり来た。カローモーダンス。さあ、OK ですよ。よかった。本当に本当に大丈夫です。I'm OK。おお、来た。はい、手離すよ。レインボーになるかな？レインボーだってくるでしょ？なるよね？なる？よくよく見えてきたよ。これで14連です。さあ、半分以上行っちゃったよね。お、はい、来た。先読み、非常に保留。なんもない。ダメか。あっさりすぎやろ。おお、すごい。何色というやろうね。その前に一応衛星発展しましたし。V チャンス。厳しいな。これが気になるよ、この次の次の保留。これすごい顔してる。なんもないんか。いやちょっと10回やっぱね、途中で言おうとしてたのが、俺ガローで10連以上したことないんですよ。それが変わらないみたい。18,329。いや違う、もうちょっとこれ入れたらね。なので今マイナス約2000万いかないぐらいか。
はい、閉店になりましたよ。もう本来なら実はちょっとね、立ってる場合じゃないよ。俺は立ってる場合じゃないけど、気持ちがね、気持ち立ってます。なので立っちゃいました。なので先から結果から言いたいと思いますけど、今日なんと、11万2500円を入れました。やばかったよ。もう途中で見せましたけど、僕の実は三菱 UFJ の銀行の残高が、3万8000円ぐらいしか残ってなくて、リスナー銀行の方はもうほぼないので、スーパーキャッシングピンチでしたけど、今日でなんとか回避できて、実はね今月まだ収録が、1、2個か。これ耐えれたら来週月曜日お給料が入るので、なんとか、今日残った諭吉たちとこの2日間戦うわけなんですけど、まあ、それをさておいて、11万2500円入れてガロー10連しましたよ。10連、1万8000発ぐらい、まあ、ちょっと弱まして、まあ、1万7800発ぐらい。カメラマンがこう、まあ、データ取り出したタイミングでゲッターマウスのジェリーが、一番いいジェリーが開いちゃったんで、座ってビッグ当たって、それでバケ当たって、なんと500枚ぐらい流したって。なので実は今日は1万7800発と512枚を流して、なんと今日は約2000枚のマイナスです。今ね2000人ぐらいの人が暴れてます。なのでまあ今日は僕の結果はそういう感じなんですけど、大事なのがね、やっぱりこう店内状況を見たんですけど、朝打ったハーレスは僕の中ではおそらくないですが、ハーレスはおそらくあの台数の中では多分4台ぐらいがなんかこうこういう感じのやつ、ゴって引かずにこうじわじわじわ行ってる台あったんで、それで見てたらバシリスクも4台ぐらいです。そしてシュラーと友の島がおそらく大体4台ぐらい、なんかちょっとパターン見えてきたかな。で、マドマギとギアスのあの島には大体4台ぐらいはっきり分かるような台があって、で、クレアが4、5、6って言ってたでしょ。で、マドマギ9、マドマギが1台がちょっと暴れてて、おそらく約5、6台に1台ぐらいがかなりいい台っていう印象だったんで、まあ、ただすごいばらまいてる感じ、固まってないんで、なんかバジがたまたま出てる台もあると思うし、まあ、少なくても4台はある。一応1人だけ、今日はベルさん出たっていう報告いただいたし、なので固まって、だからちょっとね今日はもうこれも通用するかどうか分かんないけど、座って隣の台が良さそうやったらもうやめていいんかなっていうちょっと今日は思っちゃったんで、だからポツポツ覚えちゃうわけなんですけど、まあ正直前回も言いましたけど、朝の並び人数と設定配分がすごくアンバランスです。どういうことかというと、多分あの人数で競争率と設定配分はいい意味で合ってない。だから朝から並んできたら、あの抽選の人数でいい台座る確率非常に高いっていうね。今からね、いつも通り飲み会行って、今日の勝利じゃないけど気持ち的勝利をちょっと一緒に祝って飲んでガロの話して来月どうしようかなっていうのね、一緒に考えていきたいと思います。ではまあぜひね、11月の収録の時、もしくは、その第2土曜日の時にぜひ遊びに来てください。来なくても大丈夫です、任せします。ではグッバイ and good night、 いきます。